今週もお疲れ様。せーの、カピコヤラジオ。どうもカピーです。小焼けです。はい、こんばんは。こんばんは。はい、本日は、5月14日火曜日に収録をしております。はいはい、本当は昨日だったんですけど、いろいろあって今日になりまして、この話ちょっとまた面白いので、はい、いつかお話しします。はい、はい、ということで、今日は早速お便りからご紹介していきたいと思います。はい、はい、ラジオネームもぐらが村長さんです。いつもお世話になってます。ありがとうございます。はい、これがですね、ちょっと1週間ぐらい前のお便りになります。そのつもりで皆さん聞いてください。はい、はい、こんばんは。来週はザ・クロマニヨンズ名古屋ですね。もう興奮で泣きそうな、泣いている小焼さんを期待しています。期待しているそんな僕ですが、ザ・クロマニヨンズ岡山ではヒロと母と握手ができまして、おお、これ信号待ちで思い出すと目頭が熱くなり危険運転になりそうで困ってます。そしてザ・クロマニヨンズ愛媛では宿泊したホテルのエレベーターでですね、とある階に泊まり、開いたところにコビーと勝地がいました。おお、すご。この恐怖体験、あとは小焼さんに任せます。ギャーということで、はいはいはい、すごい、どえらい恐怖体験を体験なさいましたね。本当にすごい。いやー、これはもうそうですね、もうちょっと心拍がもうね、ちょっと そちらの方がね、あの恐怖体験というかね、はいはい、もう下手したら救急車で運ばれちゃうんじゃないかっていうぐらいねこっちがね、はいはいはい、それは恐怖体験ですよ。はい、というね、とんでもない、はいはい、チロと母とコビー勝地ということでですね、はいはい、すごいですね、めちゃくちゃすごい、すごい。いや、もうヒロと母って私写真では見たことあるんですけど、あのヒロトさん結構お母さん似なんですよ。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。で結構お綺麗な方で、はいはい、でも何よりもその、うん、ヒロト、あの河本ヒロトが、を産んだ人物がこの世に存在しているということがまず異常事態ですよね。あの人物を産んだだとっていうような、こう信じがたい、もう奇跡のような、はい、はい、あの人がですね、はい、あの実は世の中には存在していてなんと、はいはい、なんとまだね、私たちと共にこの地上で息をしていらっしゃるという、この奇跡の状態で、それだけでなんかもう空気がもう神聖なものになるような気持ちになるところをなんと握手なさったということで、はいはい、もうこれは異常事態でございますけれども、まあでも、あのもぐらが村長さんのね、やっぱり日頃の熱意と、もう思い、クロマニヨンズへの思いがですね、はい、やっぱりそれだけすごいもの、そして行動力とかもすごい方だと思っているので、はいはいはい、やっぱりなんかもうそれほどの思いがこう引き寄せるのかなって、いろんなものを、はいはいはい、なんかそんな風に思いました。私のようにね、名古屋に閉じこもってね、いるような人間にはこういうことは起こらないわけですよ。やっぱりね、うんうん、愛を発信し、そして行動すると、こういうね、奇跡が起こるのかなと。これはもう、はいはい、ね、本当に偶然ではなく必然だったのではないかと、ちょっと思ったりもしております。はいはいはい、おめでとうございます。すごい、おめでとうございます。羨ましいでございます。すごいでございます。はい、はい、すごいでございます、はい、でですね、この、お便りにもあるように、はい、私ですね、ザ・クロマニヨンズ、ヘイワンダーツアー2024に、3日前なのかな、土曜日の、はい、11日土曜日に行ってまいりまして、本日はこちらのレポートをさせていただく回になるかと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、はい、もう今回はもうこれを語らずしていられるかっちゅうねんというぐらいでですね、はいはい、もうとんでもない、もう本当にワンダーで、ワンダーに兵しているというようなですね、はいはい、もう素晴らしいライブでございまして、はいはい、もうちょっともう言いたいことがいっぱいあって、ちょっと長くなるかもしれないんですけれども、はいはいはい、よろしければお付き合いいただければと思います。はい。はい、ですね、はい、まずですね、この兵ワンダーなんですけど、はい、まあ、再三言ってるんですけど、はい、もうアルバムのジャケットが素晴らしいんですよ、デザインが。はい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 。で、ちょっとこれ、YouTube の方に写真あげときますね。はい、
カシャッと、はい、で、パッと見てね、やっぱり印象的なのがこの月とオーロラだと私は思うんですけれども、はいはいはい、まあ、海とタコ足も魅力的なんですけれども、月と月とオーロラ、このイラストがですね、まずあのステージにバーンって背景として、はいはいはい、あの掲げられていたわけなんですよ。ほうほうほう。で、照明さんたちがこのオーロラをまるで本物のオーロラのように、そして月を本物の月のように照明を当ててくれてたんですよ。おお、すごい。で、もうだからもう入った瞬間なんかもう本当にそのなんか、あのイラストが本物となっているみたいなこの感じを見て、もう目でまずそこですごい感動っていう感じで、もううっとりしてしまう空間がすでに最初から出来上がっているというわけなんですけれども、でですね、このまあまあ、いつもいつも言ってることをちょっと繰り返しますけど、はい、ザ・クロマニヨンズのツアーのライブっていうのはいつも新アルバムが出て、はい、でその、 あのアルバムをあの中心としたライブ、そのアルバムのタイトルがツアータイトルになって、はいはい、あのライブをやるっていう形式で、はいはいはい、で、アルバムの曲順をそのままやっていくという形式で、はい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 、これがもうお決まりで、もうカッピーさんもよくご存知だと思いますけど、はいはい、はい、で今回の、はい、そうなんですよ、で「Hey! ワンダー」第1曲目がですね、はい、愛のロックンロールなわけですよ。これがあのシングル曲なんですね、愛のロックンロール、はいはいはい、シングル曲として発売されたものがアルバムに収録されている。もうこれはいつもクロマニヨンズで、あのそうなってたらもうその曲がちょっとそのアルバムのメインどころみたいな、はいはいはい、こう存在になったりするわけなんですけど、はいはいはい、それがなんと1曲目に来ているというこの贅沢な形式のアルバムなんですけど、はいはい、あの1曲目にそんなシングル曲を持ってくるのもったいなくないとちょっと思っちゃうじゃないですか、はい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 、これだけ聞くと。ところがですね、この愛のロックンロールがもうあの初めて聞いた時、ドラムの勝地これ最後まで持つのかと不安になるぐらいすっごい激しいドラムで、もうダカ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 鳴らすわけですよ。ダカ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 、この表現が合ってるのかわかんないですけど、はい、うんうん、で それってことは要するにもうこちらのテンションぶち上がるわけ、ね、この曲を聴くとね、はい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 、もう自然にぶち上がってしまうようになっているシステムなんですよ、はいはいはい、この曲が、はいはい、それはやっぱり1曲目はぶち上げてほしいので、もうここに愛のロックンロール来てるのはもう結局正解という感じになってくるわけなんですけども、はい、はい、だからああもう1曲目から愛のロックンロールでぶち上げてくれるんだろうなっていう気持ちでいくわけじゃないですか、はいはいはい、そうね。そしたらですね、なんとここであの一つあの衝撃的なこう歴史的な出来事が起こりました、はい、個人的に、はいはいはい、びっくりしたんですけど、はい、あの出だしがですね、はい、あの分かったことが一つだけある、分からないということが分かったっていう風に始まるんですけど、はいはいはい、ヒロトさんがですねもうバッて始まっていきなり、分かったことが一つだけある、分からないということが分かった、知らないこ知ってることが一つだけある、知らないということを知っているみたいな感じで、あの音程をガン無視であのシャウトするように歌ってきたんですよ。これがどういうことかっていうと、これがもう私の中では大事件で、あのブルーハーツの頃ヒロトさんってこういう歌い方すごいよくされてたんですよ。そうなんだ。なんかもう音程ガン無視って感じで、あのなんかね、あのこれヒロトが言ってたわけじゃなくて全部私が感じ取ったことなんだけどね、感じ取った勝手な印象なんですけど、なんかまるでそういうあの綺麗に歌い上げることがなんて何にも問題じゃないんだと、そんなことは大事じゃないんだと、綺麗に音程を歌い上げる、あのメロディーをこう歌うっていうことは何もそれは大事なことじゃないんだ、もう重要なのはそのこの心とその音楽の力で、こうパッション的なものでこう伝わっていく、パッション的な音楽の力があのをぶち届けることが大事なんだっていうような感じで、うんうん、心の底から叫ぶように歌うっていうのがあの頃の結構スタイルだったように感じるんですよ、はい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 、だからそのライブのビデオとか見て、うんうん、でライブ音源とかを聞いた後に、うん、元の CD 音源を聞くと、うん、これってこんな歌だったのってなることがよく本当よくあったぐらい、もう
音程とかリズムとか結構めちゃくちゃに歌ってたの、ブルーハーツの時。そうなんだ。そうなんですよ。でそれを思春期の頃ずっと私は見てて、で私はそれも大好きだったの、そういうヒロとか、なんかすっごいそういうことが、そういうこともかっこいいと思ったもん。そんなことをしてる人は見たことがなかったから、自分たちの歌のなんかリズムとかその音程をガムシして歌うなんて見たことなかったし、そのもっともっと大切なことってあるよねっていうその信念みたいなものがすごい伝わってきたから、それがすごいかっこいいと思って、あのよりちゃんと歌い上げることよりも伝わってくるものがあるって中学校の頃はすごい感じてたの、そういうこと。ところがそのクロマニヨンズになってライブに行くようになって、あのヒロトさん一曲一曲をすごく大切に歌うようになったんですよ。はい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 、これ全部私の印象ね。あのメロディーもきちんと歌うし、その声も歌声もあのブルーハーツの時よりも確実によく出て上手になってるし、でみんなでそのクロマニヨンズ4人で作り上げた大切な曲を大切に歌って大切に届ける、あの来てくれた人たちに届けるっていう、こうもちろん変わらない思いも持ったまま、あのみんなに伝えるっていうものをすごい感じたんですよ、クロマニヨンズを見た時にね。でそれはやっぱりあのヒロトさんがそのなんていうか年を重ねていく中で、その得ていったものだと思うし、あのより深く広い人間になったゆえのその変化というか、だからなんかブルーハーツの時のこう痺れるかっこよさとまた一つ違う広く深くあの深い愛情みたいなものをすごい感じ取ることができて、クロマニヨンズのヒロトはクロマニヨンズのヒロトで、私はもう最高だと思ったし、これが見れて幸せっていつも思ってきたんだけれども、愛のロックンロールをそうやって歌い上げるヒロトを見たときに、なんかそのなんですかね、ヒロト自身がその過去の自分のスタイルをまた改めて肯定したように感じたんですよ。当時の自分をなんか肯定したかゆえにこうできたことというか、なんかそれもすごい感じたし、やっぱりブルーハーツの時ってすごい初期衝動なわけじゃないですか、ヒロトたちにとっては、だから一番その本心がむき出しの状態だったと思うんですよ、あの時が、むき出しのヒロトがあそこにあったと思うんですよ、それがなんかそのむき出し感が今またその時宿った感じもして、なんかそのダブルでなんかこれは歴史的瞬間だとかって思って、私やばいと思って、でさらにあのもう私は涙がその時が止まらなかったんですけどでもなんでそんなに涙が止まらなかったかって、そのヒロトが歴史的瞬間を迎えていることにも感動はもちろんしたんですけど、それ以上に私はやっぱりその中学校の時からずっと、あの1987年の日比谷野外音楽堂で、あの行われたブルーハーツのライブの DVD、ビデオだったんですけど、当時あれがあの何回も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 見てて、もうあのライブを初めて見た時からヒロトに、あの完全にのめり込んだというか、私あのライブが私を変えたと言っても過言ではないぐらい、あの私とブルーハーツとの出会いのライブだったんですけど、それがそれをすごいもうなんかなんか見るたびに、あの何言ってあの場にいる観客の人たちがもう羨ましくてしょうがなかったの。私もあそこにいたかったし、生でこれを感じたかったなって、それはもう二度と叶わぬ夢なんだなっていうことを、あのいつもそれだけは虚しく思いながらずっと見てきて、でもクロマニヨンズが見れる今が幸せってずっと思ってきてたんですけど、なんか目の前にいるヒロトがあの時のヒロトだっていう風になんかすごい感じちゃって、私がずっと夢にまで見たヒロトが目の前に今いるみたいな感じで、隣にはマーシーがいて、でマーシーが作った歌をこうやってあの時のヒロトのように歌ってるみたいな、そのもう条件が全部揃ってるわけですよ、私の中で。絶対叶わないと思ってた夢が叶ったみたいな感じになっちゃって、もうなんかもういきなりワンダーですよ。ワンダーで涙止まらなかったのか。いや本当に
涙止まらなくて、もうみんななんか多分愛のロックノールでぶち上がってたんですけど、もう私だけはもううわーみたいな違う意味でねぶち上がっちゃって、もう私その行く前になんか今回、あのグッズの T シャツもピンク色でめっちゃ可愛いし、うんうん、なんか気分ルンルンでめっちゃメイクして、うん、なんかいつもよりラメ多めに乗せたりとかしてたんですけど、うんうんうん、もう1曲目からズッキンになるっていうぐらい早いなもうめっちゃ泣きました。もう本当になんか生きてたらこんなことって起こるんだなってなんかもう本当に思って、うんうん、いやでも嬉しいね、もう本当にもう嘘みたいななんか瞬間が1曲目で、うんうん、もうこれまだ1曲目なんだねこの話本当にやばいやばい、はい、で、まあ、2曲目でですね、はい、オーサンショーを2曲目で、で、まあ、私もこの歌もそもそもこの歌聞くだけでもともと涙腺が潤んでたのに、うんうんうん、もうそんなことがあって後になんかヒロトがそうやってまた、ね、さっきまでブルーハーツのヒロトだったのに、うん、またクロマニオンズの深い優しさの塊のヒロトになって、うん、オーサンショーを歌ってきたりとかするもんだから、うんうん、もうずっと号泣って感じでずっと泣いてました、うん、本当にすごいな、はい、ラメはどこへで、うん、まあそんなラメはいずこっていう感じで、はい、でそこからですね、まあ、あのゆで卵ハイウェイ61、はいはい、四つでアミットこうつアルバムの曲が続いて、うんうんうん、でまあこれ全部言っていくともう時間があるのでちょっと省略しますけどはい、はい、まあここも最高ですよ、うん、もう一曲一曲が最高なんでね、はいはいはい、そもそもね、はい、あ、ハイウェイ61で一回ちょっとヒロと歌詞が飛んでて、うん、はいはい、あの指を鳴らせば踊り出すの指を鳴らせばがちょっと飛んでて、うんうん、でちょっとはにかみながら踊り出すって歌うっていう感じの、うんうん、もうごちそうさまですの瞬間がありましてそんな瞬間も嬉しいね、ありがとうございます、うんうん、もうそんな瞬間も嬉しい、もう全部嬉しい、もう本当にあの健康で、うん、あの笑っていてくれれば全部好き何しても好き、はい、っていうね、はい、ハイウェイ61があって、あ、はいはいはい、で四つで編み、四つで編みじゃ四つで編みか、発音の方もおかしいんですけど四つで編みがありまして、はいはい、そしてズンチャウズンチャウですよ、これがズンチャウズンチャウ、ダンスホールには少しだけ赤い口紅の娘がおろしたての服と恋の OK サインという曲が始まるんですよ。ほうほうほう、この歌がですね、もう私も大好きで、ただでさえ大好きだったのに、うん、ここでまた技術さんたちが泣かせてくるんですけど、お、はいはい、この歌でですね、重要なミラーボールキーワードなんですけど、はいはい、ミラーボールがですね、はいはい、こう歌が始まるときに降りてくるわけですよ。で、はいはいはい、うまいことまた照明を当ててですね、はいはい、でまたいい速度で回るわけですよ、ミラーボールがでも会場に光降り注ぎみたいな、くるくると光回転しみたいな感じで、でもそれだけで なんかでしかもこのズンチャウズンチャで、こう一旦なんていうか空気感がガラッと変わるんですよ、ここでロックンロールっぽくなくなるわけ、なんかその雰囲気がね、うんうんうん、で超ロマンチックな雰囲気で、ダンスホールにはってこう優しく歌い始めるわけですよ、うんうん、うわーって感じ、もうこっちはそれだけでね、で、うん、でですね、この歌がそのさっきね、あの少しだけ赤い口紅の娘がおろしたての服って言ったんですけど、うんうん、その後にあの指輪が見えるように膝に手を乗せて音楽に合わせてリボンが揺れるっていうフレーズが続くんですけど、はい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 、これがあのもうだからそういうね、もういじらしい可愛いおしゃれしてきてる女の子がダンスホールにいるわけですよ、はい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 、おしゃれしてきてね、そのおろしたての服着てメイクしてリボンつけて、で指輪が見えるようにこう膝にちょっとアピールしてね、キュッとね、うんうん、して座ってるわけ、でも超かわいい、もう超かわいいじゃないですかこんな件でね、うんうんうん、でこの後に続くのが衝撃的なんですけれども、どうかミラーボール恋の魔法をかけて何か起こりそうな、チークタイム
今夜この場所で起こるすべてから目を離さないでね。OK のサインと続くわけですよ。ほう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 。だからそのここでね、どうかから急にこの女の子の心の声にが始まるわけ。さっきまでは女の子の様子だったのが、パッとこうね、視点がまた切り替わって、女の子の心の声がここから歌われるんだけど、でおしゃれした女の子がね、ああってこう頭上にあるミラーボールを見て、どうか恋の魔法をかけてってお願いするんですよ。何か起こりそうなのって、このチークタイムに何かを期待してるんですよね、すごく。今夜何か起こりそうなの、お願いミラーボール、どうか魔法をか恋の魔法をかけてって。あら、素で敵。今夜この場所で起こるすべてから目を離さないでね、 OK のサインっていうふうに続く。でもなんちゅピュアピュアじゃないですか、このピュアさ、このピュアさ、ディズニープリンセス以外で聞いたことあります？感じたことあります？こんなピュアな女子を。ね、もうラプンツェルかみたいな、ラプンツェルかアリエルかみたいな、こう世界じゃないですか。それを還暦を超えたおじさんが生み出してるんですよ、この歌を。すごいな。なんてヒロトって、そのピュアな乙女心が、なんかだから要はヒロトの中にあるわけじゃないですか、その心も。もうなんてこう可愛くてピュアなんだって。もうヒロトが作るラブソングって全部本当にピュアで、なんかもうなんでこの年になってこんなピュアな歌作れんねんっていう歌ばっかりなんですけど、もう今回はなんとそれが女の子視点で歌われたという、こうもうどえらいことなんですよ、これがね。で、もう私はこの女の子が大好きで、この女の子のその世界観に私も浸りたくて、それがすごく楽しみで今回のツアーに行ってたんですけれども、なんとですね、ここでもどえらいことが起きまして、最後「今夜この場所で」っていう時に、ヒロトが客席に向かってすごいこう両手を開けて、君たちに対してこうアピールするように、今夜この場所で、今夜って今この瞬間だよとでも言わんばかりに、今夜この場所でって、ちょっと今夜を強調して歌いながら歌ってくれたんですよ。あら、素敵。ね、で目を離さないでねっていう時も、自分の目をこう双眼鏡みたいにしながら、目を離さないでねって私たちにすごい語りかけるように歌ってくれたんですよ。でもそうす、それ、そうする、そうされちゃうとね、なんかもうこの歌のなんかもう当事者になるわけ、こっちまで。そうだってね。ミラーボールも回ってるしみたいな、もう私たちの上にもミラーボール回ってるんですよ、今。でヒロトが「今夜この場所で起こるすべてか目を離さないでね」って私たちに言ってくるわけ。でも離さないみたいな気持ちになるわけ。絶対見逃さないから OK のサインみたいな感じになって、なんかすごく憧れてたこのピュアな世界に、なんか自分たちも一緒にこう参加したっていうか、自分たちも当事者になれたっていう感じになれて、もう本当に幸せで涙がずっと止まらなくて、この世界観の美しさとヒロトのその優しさ、私たちに対する、もうずっと涙止まらなくて、ずっと泣いてたら、斜め前方に白い T シャツ着た若いちょっとがたいよさげな男の子がいたんですけど、なんかその子一人で来てるんですけど、なんか結構序盤からなんか私と同じものを感じるっていう、なんか 乗り方をしてて、すごくもうなんかヒヨットみたいな動きしてみたりとか、なんかすごい喜び方がなんかすごい自分と似てて、でなんかちょっと気になる存在になってたんですけど、もうその恋のオーケーサインの時ずっとなんか目頭をずっと拭ってて 小やけじゃん。私 あそこに私がいるとか小やけじゃん、それは。すごいね、すごい、だから背後からね、だよねだよねって思いながら、共感してたのね。すごい心の中でずっと思ってました。すごなんい。か勝手に親友みたいな気持ちになってたんだ。向こう気づいてないけどな。だよねみたいな、そんな感じ で、はい、恋のオーケーサインを楽しませていただきまして、でここから
ちょっとね、このままアルバム曲やるんじゃなくて、はいはい、一旦別の曲をやるターンに入りまして、はいはいはい、で、一発目がランラン。おお、はいはい。そう、カピも分かる。もう、把握し始めている。どうしよう。まあはいはい、あの前回のね「マウンテンバナナ」っていうアルバムの収録曲で、はいはいはい、結構1個前のツアーの曲やりがちなんで、はいはいはい、あなるほどランランなるほどのランランという感じで、はい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 、でランランさせていただきまして、はいはいはい、で その後ですよ、なななななんと「黄土色の触りゆく」ってこう生きるがあらうわうわみたいな感じで泣くじゃないですか。めっちゃ泣くじゃないですか。ここでまたもうずっと泣いてんな。もう本当に泣くじゃないですか、うん、もうね、はい、散々泣いて、まあ、生きるを終えまして、はいはい、で、はあ、なんて日だとすでに思っているにもかかわらずですねなんとここで8ビートが来るんですよ。あら嘘だ本当だ嘘か誠か生きるからの8ビートが来るわけで、私この8ビート今回改めて運命の出会いをいたしまして、はいはいはい、8ビートと出会い直しまして、またすごくですね、はい、大きなことが起こりました。ここでもで、これはちょっとでかすぎるのであまりにも、はい、最後に言わせていただきます。私の8ビートが大きく変わりました。はい、はい、でですね、まあ、8ビートでちょっと大きなことがあって、まあ、もう顔ぐちゃぐちゃですよ、私は顔面が、はいはい、そこでですね、はいはい、じゃあ一旦またアルバムの方に戻りますよとなるわけですよ。はいはいはい、はい、でアルバムこの後何が来るかって言ったら、ちょっとまたこれ大事件ですよ、はいはい、メロディーが来るわけですよ。あら、あらあら、嘘でしょ、いいんですか生きるからの8ビートからのメロディーって、はいはい、嘘でしょ、嘘でしょ、本当に夢じゃないよねという感じでですね、はいはい、メロディーが始まるわけですよ。はい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 、で、まあ、メロディーのことはね、散々私の泣きじゃくりながらこのラジオで語ってるので、まあ皆さんね、よく聞いていただいている方はよく承知だと思うんですけれども、はい、本当に、まあね、片道分の力が欲しいという気持ちでですね、はいはい、私もね、はい、泣き叫びながらこの歌を聴きました。ずっと泣き叫んでるじゃん。はい、ずっと。それしか言ってないよ。はい。はいはい、でですね、この後ですね、くだらねえという曲がやってくるわけです。はいはい、このラジオでまだ言ってなかったかもしれないんですけれども、はいはい、このくだらねえっていうのがですね、マーシーが作った歌で、はい、最初から最後までくだらねえしか言わねえ歌っていう、はいはいはい、ことで、で、まさか最後までくだらねえじゃないよな、まさかまさかまさか本当に本当にくだらねえしか言わなかったということで、うんうんうん、あの聞いた人の、ね、何割かがですね、これを最初初めて聞いた時、うん、きっとクスッと笑ってしまったというか、あーマーシーやったなみたいな、うんうんうん、やったな的な感じで、あの、うん、なったと思うんですよ。はいはいはい、だけどあのですね、これクロマニヨンズあるあるなんですけど、うんうん、あの新曲出て最初聞いてクスって笑った曲がライブで、うんうん、あの恐ろしいほど化けるっていう現象がですね、はい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 、かつても何度かありまして、で、はいはい、このくだらねえ、もう私はですね、もうあの長年ファンをやってますから、最初聞いた時からちょっとピンときてまして、これどうせ化けるんでしょみたいな、あーすごいね、さすが、あどうせ化けるんでしょみたいな、もうね、その通なんで一応ね、その辺はね、はい、そういう気持ちでおりましたらですね、はいはい、もうまたこれが想像以上に化けるわけですよ。あら、はいはいはい、もうおったまげっていう感じで、ね、めっちゃ楽しいわけで、この大の大人たちがですね、みんなでね、うん、くだらねえくだらねえと、うん、叫び続けるこの愛おしき空間、うんうん、これはですね、くだらなくないんですね、全然。あ、はい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 、全然くだらなくないくだらねえをもうね、楽しませていただきまして、はいはいはい、そしてですよ、この後にまた来るのがダーウィン、恋こそが全て、おこれです。もうあのミミズが、ね、ミミズは完璧だった歌ですね、これ以前ちょっとお話しさせていただいたんですけど、はい、これが大好きじゃないですか、私この歌で、はいはい、めっちゃ楽しみでて、これ絶対ヒロとめっちゃ可愛い動きするだろうなと思ってたらですね、うんうん、もう想像以上にまたこれが可愛くてですね、またくね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 嬉しそうにダーウィンを歌うわけですよ。うん、でも、もうこの歌大好きだったのに、またどんどん大好きになっちゃうっていう感じでですね、うんうんうん、怒ってて、でこれに関しては私はなんかあの要は新しい歌なんで初めてライブで見るわけじゃないですか、この日が、うんうんうん、だけどもうツアーではもう何回もツアーやってて、で、うん、何回も何個も回っているツアー先輩方が要は会場には何人もいるわけじゃないですか、はいはいはい、
でですね、このツアー先輩方がですね、素敵なことをしていて、うん、あのキリンも限界だったパチパチって手を2回叩くところがあるんですけれども、はい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 、ここであのうのこ この今のうの時間すべてをかけて、うん、ゆっくり両手を上げていって、うんうん、で頭上で2回パチパチってやるっていうのを、うん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 、ツアー先輩方が何人かやってらっしゃってて、はい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 、でクロマニオンズは決まった振り付けもないし自由に楽しんでくれのスタンスなんで、うん、あのみんなで揃えてそれをやってるわけじゃなかったんですけど、それをやってるのを見つけて、もう私はそれがなんかもういや先輩方最高じゃないですかそれって思ってめっちゃいいじゃないですかそれ、何ですかそれという感じ で、うんうん、であの3回目ぐらいからもう喜びながら元気でこう真似してですね、パチパチに参加させていただきましたですね、はいはいはい、これがまたすごい楽しかったですね。こういうのはやっぱりライブならではと言いますか、あそう、ね、一緒にねみんなで一緒にそれをやるっていうのもすごい楽しかったんですけれども、うんうんうん、はい、はいはい、そしてセックス&バイオレンスという歌がこの後やりまして、はいはい、もうこれ大好きです。干からびてゆく千両みかん、干からびてゆく千両みかんでもう最高、ラン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 っていうなんかもうところがですね、私はもうゾクゾクゾクっていうぐらい大好きでですね、あなんかこんなねメロディーがここに入ってくるのがセックス&バイオレンスって激しい歌だったのに、なんかうわーすごい曲調の変化がすごいっていう感じで大好きな歌がここで入りました、うん、はいはいはい、そして、一旦、MC が入りました、はいはいはい、ここで、でここでですねまた事件が起こるわけですよ、はいはい、なんかマーシーのギターが変わってるなーみたいなことをヒロトが言うんですね、うんうん、でマーシーかっこいいギターを持っててその時、うんうんうん、であの照明さんがねそこにスポットライトを当てて、まあまあ、そうこうしてるうちにマーシーのギターが変わってるなーみたいな感じで、うん、でマーシーもそこであの照明を浴びながらちょっとあの音楽を鳴らしてくれてギターで、はいはい、おーかっこいいね、でわーキャーみたいな、やマーシーみたいな感じにみんながなって、うんうんうん、でその後ですね、ヒロトがですね、パッてコビーの方見て、うん、なんかコビーはいつもこれだなーとかね、とかって言い出して。でも、優しいから、その、あの、これ一本で何でもできるんだ、みたいなことを言って、うんうんうん、このベース一本で何でもできるんだ、みたいなことを言って、うん、で、照明さんがまたコビーに光を当てて、うん、で、コビーがまたマーシーと同じメロディーを鳴らしてくれてきた。はい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 。いやーみたいな。で、今度、これ何言ったか忘れちゃったんですけど、勝地のこともまた触れて振り返って、うん、ドラムの勝地はどんなコーンだなとか言って、うん、そしたらまた照明さん勝地に照明当てて、うん、でダダダダダってドラムを鳴らしてみたいな時間があって、で私、うん、これがなんかもうあの日比谷野外音楽堂のその1987の時の、うんうん、その自己紹介をするターンがあるんですけど、おうおう、クロマニオンズって自己紹介とかしないんですよ一人一人の、おうおうおう、だけどブルーハーツのそれでは自己紹介をしてて、うん、それがあのその時のなんか間とかヒロトのこうメンバーに対する優しさとか、うんうん、あのお茶目さみたいなのが、うん、あの時となんかすごい被ってその光景が、はいはいはい、で私は1曲目で愛のロックンロールでブルーハーツってなってたから、うんうん、なんか余計にそれもなんか相まって、うん、なんか本当にあの時の日比谷もう見れてるみたいな、こんな最高のヘイワンダー、ヘイワンダーだけじゃなく両方なんかその両方を楽しめてるみたいな感じになって、うんうん、あの自己紹介にも立ち会えたみたいな感じ、うんうんうん、企画になって嬉しい、ね、もうみんなすごいね自己紹介ですごい嬉しそうに盛り上がってたのに、うん、一人だけなんかもうひたひたと泣きついてたみたいなここでも泣いてた、なんかその時はなんかもう大号泣とかじゃなくて、うん、なんかもうその奇跡に感動、うんうん、なんか感慨深さと、うんうん、なんかいろんなことが過去のいろんなことがこう走馬灯のようにこう当時からのずっと自分 の気持ちっていうか、うんうんうん、ブルーハーツを見てきた気持ちとかが走馬灯のように流れてきて、なんかもう涙がひた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 と流れてくるみたいな状況で、でその、うん、そうなんですよ、でその後にあの不器用っていうね曲をやってくれちゃうもんだから、うんうんうん、あの今回のねアルバムの、うん、すごい人気の曲なんですけど、うんうんうん、マーシーが作ってるあの、うん、すごく優しい温かい歌で、うんうん、いいことがきっとある、いいことがきっとあるって言ってくれる優しい歌なんですけど、うんうん、もうただでさえその鑑賞モードだったんで私は、うんうん、なんか
なんかもう全然ノリノリとか全然できなくて、もうただひたすらひたひたと泣きながら不器用を聞くみたいな感じ、呆然と立ち尽くすみたいな感じで不器用を聞かせていただきました。はい。そしてですね、その後またアルバム以外の曲に入るんですけども、なんとここで思わず嘘でしょと言わんばかりにですね、命のマーチが始まるわけですよ。あらららいいじゃないですか。飛び出すぜ心はどこへと始まるわけですよ。でも聞こえたかってヒロトが言うのに対して、もうぐちゃぐちゃな顔しながら聞こえるよって叫び返すっていうこの状況ですね、もう聞こえるよみたいなね、もう本当に大変な状況です。で、これがあって、で、ただでさえもうね、大変だったのに、この後なんと極つぶしエルビス紙飛行機ナンバーワンやろうと、続々と嘘みたいなラインナップが続くわけですよ。でもうね、すべてのアドレナリンで私はもうぶち上げという感じでですね、楽しませて、泣きながら楽しませていただきたままらしんですて、ね。たまらんですよ、本当に。あんなことがあっていいんですか？いいんですというような夜。こんなご褒美。そしてですね、アルバム最後の1曲、男の愛は火薬だぜ。私の中では、このアルバムの中で一番スルメソングというか、聞けば聞くほど味が出てくる、癖になる曲なんですけど、これでですね、もうエンディングにまたふさわしい曲調なんですよね、私の中で。で、これでなんかもうすごい、あ、いいな、やっぱこの歌最高だなと思ってる中で、一旦ライブが終了すると。そしてアンコール、アンコールということで、また出てきてくださいまして、で、シングル曲のカップリング曲、アンコール一発目って結構そうなんですけど、それが「セックス&ドラッグス&ロックンロール」っていう歌で、セックス&ドラッグ&ロケンロー、セックス、ドラッグス、ロケンローっていう、セックスとかドラッグとかを叫びまくるっていう歌なんですけれども、で、これが CD でね、聴いてるときは、セックス&ドラッグス&ロックンロールが、と対立っていうか、同じ立場のようなこう並びで聞こえてたんですよ、ずっと。この3つがとにかくやべえみたいな感じで聞こえてたんですけど、今回ライブで歌ってる姿を見て、あっって一個気づいたのが、セックス、ドラッグス、ロケンローって歌うところがあるんですけど、そこでヒロトがセックス、ドラッグスはもう手を下に下げたまま歌うんですよ。ちょっとローな感じでやるんですよ。ロー、ロー。で、ロケンローで毎回拳をゆっくり突き上げるんですよ。それをやってて、それを見て、初めて、ロックンロールは特別だってなったんですよ、私の中で。対立じゃ、中立じゃなかったんだって、その、並んでなかったんだ、その3つは。ロックンロールは完全に頭を突き出てたんだっていうのが、そのヒロトの動きで、それが痛かったんだ、この歌は、っていうのをすごい感じて、やっぱりね、ちょっと、やっぱ嬉しかったですね、それが。嬉しかったっていうのはどうかと思うんですけど、やっぱロックンロールだよねっていう感じになってですね、嬉しかったんです。で、まあ、この後ですね、なんとタリホギリギリガガンガンという、ファン泣かせ喜ばせソングが続いて、で、まあ、ライブは終了したという感じでですね。まあ、総じてですね、本当にロックンロールに殺されそうな夜だったわけですけれども、先ほど言わせていただいた8ビートの話を最後にさせていただいてもよろしいですか？どうぞどうぞ。これがですね 以前も私 すいませんね、カッピーさん、本当にいつもお付き合いいただとんいでもて、ございません。以前8ビートの話させていただいたことあるんですけど、ラジオでも。この時に、この歌っていうのはヒロトが入院中に作った歌で、だからその苦しみの中で、でもただ生きてやるっていうこの強い思いを歌ってるんじゃないかみたいなことを私は言ったんですけど、もう今回なんかなぜか分かんないですけども、歌ってる姿見てピーンってなんか全てがこう明確にクリアにこう解像度が高まったというか、なんか、ああ、そういうことだったのかみたいな気持ちになったよ、私も。なんか、ヒロト、私分かったよ、8ビートみたいな気持ちになって、
これ私勝手に言ってるだけですからね、皆さん正解じゃないですからね、本当にいつも言いますけど、公の解釈、正解じゃなくて私はそう勝手に解釈しただけなんですけど、うん、あれはその入院中今その病気で苦しいとか、そんな一点的なその一点の話じゃなくって、うんうん、もっとずっとすごい広い意味での歌で、うんうん、もうヒロトの人生で何度も何度もそうなってきたっていうものが総称されてる歌っていうか、はい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 、でですね、あー強く閉じて、あー塞いでいても、音速ジェット突き刺さるリズムって最初始まるんですけど、うんうん、これがその要はですね、強く閉じて塞いでいるって、そのなんか今まで散々苦しかった時、もう塞ぎ込んでいた時、うん、ヒロトがね、はいはい、心に分厚い壁を持ってしまっていた時とか、はいはいはい、でもそれでも容赦なく、いい意味で容赦なく、その音速ジェットは突き刺さって、その壁を、ヒロトの壁を突き破って届いてきたんだっていうことを言ってると思うんですよ。ハイローズの14歳っていう歌でも、うん、弾丸って表現をしてるんですけど、うんうん、その音楽の力みたいなものを、うんうんうん、一発目の弾丸はどこどこに命中してとかっていう歌なんですけど、うん、それがその要はどんなに塞ぎ込んでいる状態でも突き刺さってくるんだと。でこの後に続く、遠く離れているずっと昔の歌、泣いているよ笑ってる今日もって続くんですけど、うんうん、これが私ちょっと前にジャンゴバンゴデラックスである昔のずっと古い歌を聞いて感動して涙が止まらなかったっていう話をラジオでもさせていただいたんですけど、はいはいはい、あの時に私も味わったわけですよ、うん、これと同じことを経験したわけですよ。要はずっと遠くの地で生まれた、私が生まれるよりもはるか昔の歌がですね、うんうん、言葉も違う歌が私の元に届いてきて、その歌がその今なおもうその時のその悲しさとか悔しさとか、うんうん、それ以上にでもそれ以上に伝えたい愛みたいなものがものすごく生々しく、そのまま生きたまま私の元に届いてきたのをすごく体感したわけですよ、うんうんうん、あの時にですね、その歌の持っている感情がそのまま生々しく届いてきたわけですよ、うん、だからこうヒロトもそのいつもその歌たちが、泣いている歌はいつも泣いてるし、笑ってる歌はいつも笑ってる、そのまま生きた感情を持ったまま自分の元に突き刺さってくるっていうことを言ってるっていうのがすごく、なんていうんですかね、頭で理解するよりも体感として理解できたっていうか、このフレーズが、はい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 、あ、その感覚私知ってるってなったっていうか、うん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 、でそういうことだったんだねヒロトって、すごい思えた、うん、この時この間のジャンゴバンゴデラックスの経験が私にそうさせてくれたんじゃないかなって私は思うんですけど、うんうんうん、でそれがあって、ただ生きる、生きてやる、地上で眠り目を覚ます、8ビート8ビートってこう続くわけですよ、うんうん、もうどんなにこう辛く落ち込んでる時にも、音速ジェットのように突き刺さっている、今も生々しくこう一曲一曲生きてる歌、要は生を自分の中にこう刺さってくるわけですよ、うん、そしたらもう生きる、生きるってい う, こう感情が湧き上がってくるっていう経験を多分今までも何度も何度もしてきた、 そんな夜が何度もあったからこそ生まれてるこの歌だっていうのがすごく感じられました、うんうん、伝わってますか？伝わりますよ、すいませんね、なんか、いやいやいや、はい、すごく伝わるよ。でいつもその命を宿してくれる8ビートをその後連呼するわけ、うん、8ビートってうんうん、8ビートってすごいものじゃないですか、うん、ヒロトにとって、うんうんうん、もしそうだとしたら それを拳を突き上げて、ね、体を姿勢を伸ばして、うん、8ビートって目をギュッてつむって歌ってる姿って、うん、だからこの歌ってこんなにすごい力を発してるんだっていうのを、なんか私本当に8ビートが発する力って異常だなって思ってたんですけど、うんうんうん、そりゃそうだよなってなんか今回すごい改めて思いました。でさらにその後に、うん、ドラムで
ダダダン、えいとダダダン、ビートダダダン、えいとビートってなるところがあって、うんうん、でそのダダダンでヒロといつもその崩れそうなその銃撃にあったみたいな動きをするっていうか、うんうん、はいはい、ダダダンってこう体勢を崩すんですよ、いつも、うんうんうん、そのドラムの音に合わせて、うん、で体勢を崩してえいとって起き上がるっていうのをいつもやってて、うんうん、これ絶対やるんですよ、ドラムがダダダン、ビーと。でこれも私は今までなんかすごいそこは好きっていう目でしか見てなかったんですけど、うんうんうん、あーなんかもういつだってそうやって打ちのめされそうになった時に8ビートがヒロトを立ち上がらせてきたんだっていうのを今回すごいなんかそれを表現してるんじゃないかって勝手な解釈ですけど、またやられる、でも8ビートが流れてくると立ち上がるみたいな描写にすごい見えて、うんうん、そしてまた最後に「8ビート」って拳を突き上げて歌うんですよね、うんうんうん、この歌素敵な解釈と私は解釈しました、はい、素敵よ。でも勝手にそう思いました。でも勝手にヒロと私分かったよ、伝わったよっていう気持ちになって、うん、泣きながらですね、そういう目で勝手にね、うんうんうん、勝手に、はい、思いました。いやいや素敵よ、はい、そんなこんなでですね、はい、もう本当にそういう意味ですごく私にとって特別なライブとなりました、はいはい、ヘイワンダー最高でしたなかなかと ご清聴いただきましてありがとうございました。いやいやいや、素敵な感想会でしたよ、はい、素晴らしい、ありがとうございます素晴らしいです、はい、で私はもう白状しますけど、はい、すごい禁酒宣言して110何日経ってるわけですけれども、この日の夜はね飲酒をしましてですねはい、もうこんな夜に飲まない私なんて、うん、好きじゃないなって思いまして、まあ、飲まずにはいられないね。で、うん、もうこれが飲まずにいられるかっていう話なんですよ、うんうんうん、でもうヒロトで自分の中にルールを作って、うん、ヒロトに会った日だけは飲んでいいっていうルールにしまして世界中に定められたどんな記念日なんかより、うん、あなたが生きている今日はどんなに素晴らしいだろうということですよ、うんうん、私からしたら死みたい。ヒロトに出会った日は、うん、いやこれあそうですよ、多分ファンの人は気づいてるんですけど、はい、トレイントレインっていう歌の一節なんですけど、もうどんな記念日なんかより今日は特別な日だったってすごい思うんで、うん、私は、はいはい、こんな日に杯を交わさずして、いつ杯を交わすんだと、もう飲まない宣言をした飲まない宣言してたくせに言いますけれども、うん、はい、はい、こんな日に飲む自分の方が好きだと思いまして、ね、うん、飲みました。はいはいはい、ありがとうございます、はい、で飲んで、はい、でも深夜までですね父親にですね、はい、もうヒロトの思いを語り続けまして、もう母は途中で脱落して眠ったんですけれども、はいはいはい、もう私はもう止まらなくて、うん、どういうところが好きか、またねそこから振り出しから戻って話し始めるみたいな感じでですね、うん、でなんかちょっと YouTube でヒロトとかまた見直して、うん、また泣いてみたいな感じでそんな夜を過ごして、はいはい、もう翌日はもう重力が3倍ぐらいに感じたわけですけれども、はいはいはい、もう心はもう浮遊しているという感じで、ね、はいはいはい、体は重力を、ね、痛烈に感じていて、はいはい、心は浮遊しているという、ね、はいはいはい、そういう分離した状態で一日を過ごさせていただきまして、はいはいはい、で冷静になった今改めて話そうという段階であまり冷静じゃない状況で結局しゃべってしまったわけですけれどもいつもだから大丈夫、はい、はいはいはい、あ、いつもですね、ありがとうございます、はい、そんなこんなでございまして、はい、カピーさんすいません、長々といえいえ今日も聞いていただいて、本当にございません、はい、ここまで聞いてくださってるリスナーの方も本当にありがとうございましたもうライブ会はね大体1時間ぐらいだから皆さん心して聞いてあると思いますよ、大丈夫です、すいません、ありがとうございます、はいはいはい、ということで、ではエンディングの方に入らせてあ、その前に一つごめんなさい、先週とその前と2週間ちょっとお休みをしてしまったんですけれども、はい、珍しく、はい、私がですねちょっといろいろとまた思い悩んでしまったというかちょっとこのままラジオを続けて いくか否かみたいなことをちょっと考え始めてしまいまして、はいはい、ですごく今悶々としていてちょっと苦しんだみたいなことをですね、はいはい、カッピーとリンちゃんにお伝えしまして、はいはい、そしたら2人がじゃあ一旦ちょっと活動休止にしよっかみたいな感じで言ってくれて、はいはいはい、でまあね、休止期間中に1回3人で遊ぼうよって言って、はいはい、で来月ね6月に約束までしてですね、はいはいはい、でりんちゃんも充電中だねみたいなスタンプを送ってくれてですね、はいはいはい、そんな話をしていて、はい、でヘイワンダーのライブに行きまして、はいはいはい、これが語らずにいられるかということで一発復活っていう感じですね、はい、でも
ね、2人にも私のスランプが2週間で終わってごめんなさいみたいな感じで連絡をしてですね、でカッピーさんは笑ってくれて、でりんちゃんもおかえりって言ってくれてですね、2週間のね、はい、引きこもりが終了したわけですけれども、はい、今後とも、配信を続けていきたいと思います。よろしくお願いいたします。やっぱり喋りたい、はい、私はということで、はいはい、ありがとうございます。はい、ね、お付き合いいただける方は今後ともぜひよろしくお願いいたします。はい、ではエンディングの方に入らせていただきたいと思います。エンディングです、はい、このラジオではお便りを随時大募集しております、はい、各コーナーでふつおた、いつでも大歓迎でございます、はい、どんな内容でも結構です、はい、で送ってくださった方には、ステッカーの方をですねお送りさせていただきます。はい、はい、宛先はですね番組概要欄に記載されている投稿フォームと、メールアドレスどちらでも構いませんので、はい、ぜひ皆様のお便りお待ちしております。待ってます。はい、この番組は YouTube スタンド FM で配信しております。はい、格好の当て場じゃないわ、ごめんなさい番組登録フォローの方もぜひポチッとお願いします。お願いします。で、YouTube の方はですね特にショート動画とか番外編の動画とかも上げたりしてますので、はい、スタンド FM だけの方ぜひ、ね、よろしければたまには YouTube の方を覗いてみていただけると嬉しいです。はい、はいはい、今週も最後までお聞きいただきまして本当にありがとうございました。また来週お会いしましょう。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。ヘイワンダー、イエーイ、ロッケンロー